政治家女子48党へようこそということで自己紹介お願いします。皆様はじめまして、愛知県春日井市候補の福島ゆずきです。よろしくお願いします。はい、福島さんよろしくお願いいたします。愛知県春日井市ね。はい、どうぞ。はい、私は高校卒業してからずっとキャバ嬢をやっていて、コロナ禍になってライブ配信と出会い、たくさんのリスナーさんに応援してもらって、今は、雑誌とか YouTube、TV、CM などにも出させてもらっております。その中で、たくさんのリスナーさんとより一度出会うことができて、いろいろな、悩みだったりとかを聞きます。そんな中で私が今、できることが、みんなの意見を聞くからこそ自分を筆頭にもっといい世の中にできるのかなと思い、応募させていただきました。なので応援していただけたら嬉しいです。すごい、ほとんどカンペを見ずに真面目なんですね、ネガね、はい、素晴らしいですね。なんか何言ったか俺全然入ってこなかったけど客場をしていて、はい、コロナによって、ライブなんかでお世話になりましたと、はい、まあ、なるほど、はい、他に何か伝えたことありますか。今日の雰囲気とかどうですか。今日の雰囲気は正直すごくちょっと緊張しています。ただ、普段プライベートはすごく、元気でおてんば娘なのでええ言葉やな、おてんば娘、はい、キャンディーキャンディーみたいなキャンディーキャンディーしてるの。いや、お母さん、あ、お母さんもそうやね、はい、お母さんがよくあるおてんばいたずら大好きやね愛知県春日井市か、はいはい、実はそこは東名高速と名神高速が変わるところね。はい、そうです。そうだね、はい、そうだね、それぐらいのことは知ってる。あと春日井のグリーンマメの春日井違う、聞いたことない、わかんないです。ああ、なんか甘納豆かなんかわからないですけど、春日井市かね、ちょっとね、なかなか、でも愛知県はそういう意味じゃ今日聞いてる限りは高浜市、春日井市、僕は豊川市かな、ちょっと一日でもなんとか応援に行きたいなと思います。今聞いてる感じでも頑張っていきたいと思いますので、はい、他何かありますか。いいですか。あとは、もし、なんかこんな世の中にしたいとかいう方がいたら、今は、TikTok とポポチでゆずんじっていう名前で、活動していますので、よければ、声聞かせていただけたら嬉しいです。概要欄にできるだけ皆さんの、はい、その Twitter とかポコチャとか の、 あの URL を貼るようにしますので、すぐにできないかも分かりませんが、僕の方で頑張ってやるようにしますので、はい、はい、ということで、はい、はい、愛知県の春日井市より、あ、春日井市の福島ゆずきです。はい、福島さんです。よろしくどうぞ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。